はい、ちょっと予約するけど年末の公式戦に出たいね。うん、他はどうする。これバラージ記念出る、出なかったら修行はいけると思う。修行行きたいよね。うん、何かのかけらは出るんだけど。いいんじゃん、いいか。うん、銀行記念も勝ってるから、じゃあこの C グレード公式戦でいいね次は。うん、6対総当たり戦、まあ休んで修行行ってちょうどかな。他の怪獣に野生味がない。野生味はないだろうね。そんなからかわれ方するんだな。まあ野生味ないのはしょうがない。それが活石犬とかに言われたんか。あいつ野生味の塊だから。ネタんできそうだな。お前ばっか可愛がられやがってっていうのもあるかもしれない。微妙なんのか。微妙か。野生味が欲しかったんだな。うん、修行先見ますか。狙いはいいとこいるじゃん。狙うはコルトちゃんだよね。うん、ただ体調が回復しきらなかったので、うん、来週もそこにいてくれるかな。セーブして見てみる。来週見てみるか。あ、変わっちゃってるね。変わるんだ。うん、双子は荒尾森。荒尾森、うん、双子じゃねえよ。これでも覚えられる技、特殊技がある。場所によるんかな。場所によるんだな。特殊技なんだ。特殊技。どうします。悩ましいですね。一応上がるステータスライフと力だから合ってはいるんだよな。コルトでもいいな。コルト安いけどね今。そうなんだよ。まあでも今まで修行やってないからこっちにするか。いいですよ。うん、ライラ&レイラにしよう。やっぱあんま高くない賢さと回避を犠牲にライフと力が上がるのはいいんじゃないでしょうか。お、お姉様は見てるだけなんだね。基本妹の方やってくれるんだね。ベガは元気いっぱいだって。お、これ2人とも元気いっぱいじゃない。どうだ。あー、まあ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 、力の伸びがすごいな。ベガすげえ回してんな、いろんなものを。おお、かっこいい。電撃技ね、見なかったもんね。ね、あーすごいっすね。あーいいっすね。お、ライフいい。力高えな。力がいよいよウルトラマンの息が見えてくるけどな。まあ、まだ3000ありますけど、ね、やったー。あー、すごい来ましたね。なんだロックオン。なんだろう、命中 S、 近距離だけだ。命中を上げる技なんじゃないの。へえ、あ、なるほどね。それは面白いなね。へえ、これどうだ、もしかしたらめちゃくちゃ上がるかもしれない。これめっちゃいいんじゃないね。予想通りだったら、うん、そしたら力一辺倒でもね。あれ、セプブイの様子が変。ああ、まあね、天気悪いとね。うん、わかるわ。そうそうそう。おお、命中を上げる技だろ。なるほど、いいんじゃない。めっちゃいい。うん、そういう賢さ技もあるんだね。ね、ってことはより鉄拳パンチが刺さるな。そうだね。ロックオン上にしとこうか。うん、一回使ったらずっと持つんかな。そうなんだよね。制限時間とかあるのかどうなのか。まあ回復技とかもあったね、モンスターファームね。来週見れますよそれがね。そうだね。いや楽しみだな。ロックオン、ロックオン使いたいね早く。一応声もかけとこう。声かけ&眼球キャンディーからの公式戦いきますか。そうしよう。おお、来ましたね。あ、6対総当たり、まあ負けはしないと思うんだけどね。6対総当たりの C グレードの大会出てるしな、うん、光のお守りの時に。
またカボチャだと思ってっていうアドバイスをしてみる。アースパワーは初めて見るんじゃない。そうだね、アースパワーだけかな。アースパワーだけ初見かな。コスモはあれだよな、ベガとやって負けてたやつ。ベガに負けてたやつだね。コスモとは戦ったか。うん、戦ってみる。アースパワーだけっぽいね、うん、まあまあ力メイン、ライフ賢さ高いから中円がいいのではないかと思われると、うん、あれロックオン見ましょう、うん、ちょっと命中率見てて、うん、とりあえずロックオンからの鉄拳パンチで命中率を見てみたいんで、ね、ロックオン使う前の、ね、うん、そうね、使う前後でしっかりロックオンが 100%63 のねがロックオンすることにより、おお、あ、しかも威力アップも、あれ、あれ、どう、あんな思ったほどじゃないか数パーセントなのか、なんか数パーセントか、うん、うん、あんまりあんまりだね。そうだね、あんまりだね。救世主になるかっていう感じだった。10パーぐらい上がるんだったらね、うん、だいぶ大きいんだけど、ね、まあそんなもん。あ、でも強い、強い、やります、ね、これはシンプルに強いけど、うん、使ってなくても、うん、むしろなんかパンチ打てる回数が1回減るみたいなそうね、うん、なんかね、まあまあまあ上がる命中率とさ、うん、ガッツが使うことによって下がる命中率が釣り合っちゃってる感じがする。そうだね、ガッツ回復早いやつだったら有用なのかもしれない。確かに。この子55がロックオンすると、ちょっと、うん、57 まあ下がってはない、うん、その代わり攻撃できる回数が減ってるって思っちゃうな、どうしても。命中率アップ、ああやっぱあれだな、時間制限ありそう。時間制限あるね、あの上のゲージの下についてたわ。ああ、じゃあやっぱあれか、ガッツ回復めっちゃ早いやつよみたいな感じだね。うん、数秒ですね。ちょっとこれだけだとあんまり効果が溜めてた方がいいかも。そうか、そうなんだよね、溜めても上がるからな命中率、まあ、いずれね賢さがもっと上がったら、あ、これの効果も上がるかもしれない、ね、効果の上がり幅がすごい増えたりもあるかも。さあ、アースパワーは初めてです。かっけえな、ゴモラ、ゴモラゴルザ、ゴモゴルか、ゴルザの色合いがゴモラッチしてるんだな。まあステータスは圧倒的に勝ってますけどね、うん、パワータイプかね、うん、完全に力タイプなんで、あ、でも力技しかないわ。はあ、ゴルザヘッドバットが強そうだから技なんか揃ってる感じだな、うん、こういうねシンプルな方が強いかもね。敵の回避が高かったとしても、うん、ジェット頭突きか鉄拳パンチを2回打った方がいい気がしない試行回数をね、うん、増やした方がっていう命中率的に、ね、次が必中になるとかならともかく。そうだな、次必中だったらでかいよ、うん、それはめちゃくちゃ強い。次必中だったらもう力以外上げなくてよくなるんだよね。奇襲攻撃、すごい会場がめちゃめちゃだよ。潜るところも見てたはずなのと鉄拳パンチで攻めるか。ふん。強い。強。強いわ。これが力4500の力。完全に力特化だもんね。丈夫さと命中もそこそこ高いからね、うん。なかなか安定して戦えてるんじゃないですか。やっぱクリティカル技覚えたいね。欲しいね。こっちの6個もあるしな。そうだな、そっちが回避アップしてくるならこちらは命中を上げさせていただこう。使うのか、うん、本当に使うのか
ついでの頭突き、あ、やばい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 、もう一発食らうとやばい、やばいぞ、大丈夫、あ、やばいやばい、当たんない当たんない、もらうなもらうな、あ、あ、あ、やばい、あ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 、負けちゃった、満身がひどいもの、あらまあ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 優勝よ、まあ勝てたね、よかったよかった、はいはいはい、あ、まあ危なげなく C ランクは突破と、うん、まあ BB もねいけそうな感じはするよね、これだけ圧勝だとね、うん、そうね、満身さえなければやったぞー、あー、ナイス、まあでもいいんじゃないですか、初見で、完全初見でね、最初の1匹目の怪獣が B ランクは上々だよ、うん、上々ですね、うん、もっと上目指そう、たあ、 B グレード昇格、これまた段も上がるのかな、我々の、確かに今後波の鍛え方じゃ勝ち上がれないでしょうね、うん、ドキドキするね、そう来なくちゃ、努力でぶつかれば越えられない壁なんてないんだから、で1月ですか、うん、5年目突入だね、早いな、早いもんだね、まあそっか、稼ぎで何年か飛んでるから完全にフルで5年やってるわけじゃないけどね、あれ先月は何をあげたんだっけな、来ますよね、そうね、教会から手紙、うん、4段か、ファン増えてくるかな、あ、もう怪獣はおろか、ブリーダーのファンまで増えるってことじゃない、あ、うん、ホリーさんのブリーダーさんどんな人だったの、偶然にもね同じ名前だから、ね、ベガババさんか、ベガババですから、最初はういういしかったけど、うん、どんどん成長してすごいブリーダーになった、20代前半だった、あ、やっぱわかる、あ、ベガババさんに雰囲気が似てるかも、同一人物です、そうですね、20代前半ではなかったけどそう、だいぶさまよんだ手紙が届いた、それはなんだ、これセールじゃない、セールか、まあ、段位認定もあるだろうけど、お、アイテム拾ってきた、あ、まあ、調味料は別にいくらあってもありがたいです ね、 うん、うんうん、まあまあ、まあ、想定通りですね、認定証だね、じゃあ今回はここまでですかね、切りよく B ランク上がったということで、うん、V は一旦 ね、うん、強くなりました、今日の収録は終わりですね、ステータスどんどん上がるね、まだ技も、技も全然覚えるよね、うん、ライラー&レイラーは技がないな、ビクトルさんでまだ3つ目もあるんだな、ね、大ダメージ技魅力だけどね、うん、基本的にはコルトさん、うん、クリティカル技が多分金のところに来ると思うんで、そうね、あれでしょ、回転更新超鉄拳弾みたいなやつでしょ、そんなだったっけ、なんか違うかもしれないけど、うん、それを狙いたいところね、それ狙いたいね、とりあえず今日はここまでということで、はい、お疲れ様です、また次回を楽しみにしてます。はいはいこっからまたね別日の収録ですけど、続きやりましょう、このメニュー画面の曲いいよね、わかるなんかモンスターファーム感とウルトラマン感が両方ない、そうだね、うん、そうだね、いい感じですね、わかるでまたあの収録期間ある程度空いたんで、空いてますね、ちょっとウラさんさせていただきました、来るかい、ヘルカスタムが、とりあえず対戦しよっか、はい、対戦しよう、まだコントローラー持ってないけどいいのかい、対戦モード、これまで俺は悶絶ミクラスヘルカスタムで、うん、挑んで来たと、そうだね思うんですが、ちょっと期間空いたじゃない、はい、まさか、あ、いけるかなって思ってちょっと見てもらってもいいですか、あ、先に登録する、あ、そうね、じゃあカッセギング、カッセギング今回ノーカッセギなんで、あ、カッセギング、なるほどね、うん、やっぱこう見るとセップ強いね、そりゃあねそれはそうだ、ね、はい、じゃあ今のセップ V を登録しました、うん、登録怪獣一覧にすでにいます、いる、うん、何
全然ミクラス関係ないね。いやー、よく見てくださいよ。まさかミクラス、ミクラス入ってます。もう見上げインノバあのローバ使いたい、ノーバ使いたいって俺ずっと言ってたじゃん、ね、ミクラスノーバなんだ。そうなんです、ミクラス柄だけなんだへえ。ガミの、ガミの反応を見るに2体目ノーバは絶対ないなって思ってたんで、うん、じゃあここで繰り出そうかなと思ってミクラスを混ぜてみたんですけど、はいはいはい、活性要素は消えたね。活性要素は最初からねえからいやいや、プラント要素がねああそうですね。名前なんか悶絶シリーズとかにしようかなって思ってたんだけど合体させてみたら、あ、もみあげがある。もみあげそこからの着想です。もみあげとマフラーが目につくね、確かにこれあれか、モンスターの向きとか変えらんないのか。はぁ、ノーバなのでノーバです。ただね、うん、回避特化型にしたいなって思った。無理じゃない全然なってない。なんかね、うん、セプと同じ感じのステータスになっちゃうのね。わかる。でも賢さ低くて力特化してる分なんか有効ステータスは多そう、うん、あ、これミクラスのあれが出てんじゃない、力と命中高いとか。ああ、そうかな、うん、見ていいかい。うん、ノーバは毒にしやすい、毒技があるんかな。顔一緒か。へえグドン、相手に3回連続でダメージを与えるとライフが回復する。強い、強い。ジュエリックブレイズ、結構厳選してつけてるんで厳選する時間は君のがあるからね。あ、残り時間30秒になった時ガッツが一定値以上なら回避下げられるんだ、うん、これも強いな、ね、なかなか、うん、なんだ。ちなみにガッツ一定値はね30ですね。30、うん、あ、ガッツダウン技ないからな、セプブイ。これは防げないな。で、残り時間30っていうのも、うん、30切って30秒切って、うん、30溜まってなかったとしても例えば23秒のタイミングで30までいけば発動するんです。30秒になった時じゃなくて30秒になって以降ずっとなんだ、うん、そうみたい。マジか、まあ、1回だけですけど、ね、それは強いね。最後無の不条理グリーザ強そうだな。それやばくない、やばいやばいよねそれ。これやばくない、うん、何これこれ、これをセプ V にくれよ。これ俺のマイナンバーから時止めやばくない、やばい、うん、負けは KO される以外の負けはないってことでしょ。いや、ただ当然有効時間ありますけど。ああ、そうなんだ。ちょっと伸ばせるっていう。でもチャンスが生まれるわけだ。そうだね。しかも負けてる時だけなんだね。勝ってる時はそのままストレートで勝つわけだ。やばそれ強いな。やばい、これ確保してないのかい、うちの牧場にはセプのデータでは出なかった。いやー、毒だらけだな。近くが技が締め付ける、うん、切りつける、切り裂く、クリティカル A か。ちょっとなんかすごい強そうに見えるな。これ中距離穴だね。賢さ超低いもんね、うん、こいつ。そうなんだよ、うん、俺は分かるぞ、中距離が穴。あ、ファントムアタック強いな、うん、回避下げた後のファントムアタックはちょっと脅威ですね、脅威ですね。残り30秒はあ、近くは毒技、毒のダメージは増える、あ、毒にしやすいか。ステータスちょっとセプと見比べてほしいんですけど、うん、セプの方が強いんですよ。そうね、うん、総合は結構ねうまく育成進んでんだなって思いましたあ、セプがモミヤゲインはね、なんかね休養してもねちゃんと休まらなかったみたいなのがすごい多くて、あ、セプ V ほぼないもんねそれ。ないよね、うん、休養したらしっかり2段階ぐらいはいつも回復してるから、うまく休養が取れなくてみたいな、更年期のサラリーマンそんなあるなことを言い出して、わかる、なんか疲れてるけど起きちゃったみたいなそれが多いんだよな。ノーバだからなのか単純に俺の運が悪かったのかわかんないですね。わかんないですね。あと1回怪我もあったわ。ああ、
怪我したことないの？怪我した。怪我は何？怪我されてってこと？体調がねちょっと悪い時、うん、5段階中2の状態で、うん、なんだっけな、縄張りバトルか何かをやったら怪我した。縄張りで怪我するんだ。うん、まあ多分トレーニングでっていうことだったんですよね。ステージどうする？ステージはこの間ゆきんこ山だった。おお、じゃあ今度は火山に行こうか。火山に行く。うん、勝負だ。勝負だ。2歳6ヶ月まで育てるの結構大変だ。今後が大変だね。ミクラスのままでよかったかなって思った。確かにやり直しだもんね。まあでもいろいろ使いたいからな。わかる。あれ頑張れ。うん、セプ似通ってるな。このバランスがね、まったくどうすっかな。おお寄ってくるね。ほっはっ、何78を。やるね。貯めるぞ。ダッシュ。いやそっち、ほら、うわー命中高いな。うん、プッシュ、頭突きだ。あー、よし、命中が86がね。ここだろ、ここが弱いんだろ。よし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 、あ、もうもう残り30秒。やばいな。あ、いけ。よし、あー頭突きか。くら、いやー鉄拳パンチ、あかんね。いけー、もう一発。あー、やばいやばいやばい。セブブイ頑張れ。あかんね。もう、ふっ、今度な、やばい、時間が、あ、時間がない。あー、あー回避の差かな。いやちょっと本気を出してしまったな。ちょっとジェット頭突きが一発かすっただけだったな。そうだね、回避何気に3000以上ありますからね。あ、高い。あーごめん、勝利モーションが。いやー、まあ、強い。ライフ回復すごかったでしょ。うん、強いわそれね。思いのほか、うん、回復幅強いんです。すごい、 20% ぐらい回復してなかった。うん、すごい回復する。3回連続で当てるとね、命中上げてこれつけるの絶対強いよな。そう、うまいこと当たってくれたからな。うん、でジュエリックブレイズと不条理も、不条理はないか、ジュエリックブレイズも発動して、うん、不条理は保険ですね。そうだよね、特徴は、特徴強いな、使い方によっては結構やれますよ。うん、もうこれがコンボだもんね、もう、うん、ジュエリックブレイズ発動して回避下げて技を3回連続当てるっていう。そうだね。あと、まあ、セップの行動パターン全部俺知ってっからね。まあね。そこはまあ有利なんですけどね。鉄拳パンチかジェット頭突きを狙いたいタイプだからね。うん、うんうん、まあ、ちょっとセプのデータでも、うん、俺の持ってる NFC 類を使って、うん、いくつかクッキー出してるんで。あ、そうなんだ。ちょっとパート区切られると思いますけど、次回のパートの頭で見てみましょうか。とりあえずこのパートここまでかな。はいはい、うん、いやー次は闇の牧場にリベンジを果たしたいな。頑張ろうセップウェイ。ガンダーいらないんだよな。そうだね、失敗失敗だったね。まあ、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。